青島敏博は東京ランドスケープ研究所に所属する日本のランドスケープアーキテクト。現在は同社埼玉事務所所長を務める。1965年に東京農業大学農学部農業工学科を卒業した。代表作に岐阜市清水緑地、都市緑海石川フェア会場などがある。参加作品では、 笠間芸術の森公園が平成14年度都市公園等コンクール国土交通大臣賞大理石門石水賞園が2015年 CLA 賞調査計画部門特別賞をそれぞれ受賞している2007年に第29回日本公園緑地協会北村賞を受賞した美しい国づくりランドスケープアーキテクト展東京農業大学 食と脳の,の博物館ハットクラジャーナルナンバーワン76ランドスケープコンサルタンツ協会2015年5月ランドスケープアーキテクト100の仕事東京農大出版会2007年表彰歴東京ランドスケープ研究所クラジャーナルナンバーワン76ランドスケープコンサルタンツ協会2015年5月北村賞受賞者一覧日本公演緑地協会ありがとうございます